はいどうも、今回は群馬コラボ群馬県極楽に挑戦します。ではいきます。イシスが入る感じで、あ、とりあえず真ん中のネギを倒したね。うそ、無理なの？マジか。4色でいかないと無理か。まさかの、マジか。ホルスホルスでの方が良かったってことやん。ミスったか。パーティー編成ミスったか。なんでダメージが全然食らなかった。高防御やったっけ。いやでも火やったんな。マジか。3色ダメつか。うわ、こんにゃくが色が足りない。つなげるモーターパターン、やば。回復に。あ、残っちゃう感じか。マジでか。残るとは思わんかった。あ、ミスった、最悪。ミスった、ナイスだ。落ち込んでいったら、おお、突破した。オッケー。落ち込んで突破。いやー、ちょっと色が。どうしようか。回復を消して。あ、違うもん。なんで俺これを持ってたんだろう。まずいよこれ。ちょっと変換使っていこう。どうしようかな。光、闇が多いかな。光を作って、よし、完璧。突破。さあ、ここやね。どうしよう。火ドロップをうまく使いたいとこやけど、ちょっと無理か。よし、 OK でしょう。まし、結果オーライ。これは
3速だって。危ねえ、倒しきれなかったな。バトル6、バトル6か。闇水3色で突破してもいいんやけど、バインド水がねえじゃん。光か。回復ドロップ置いてる方が良かったか。これまあ突破できないや、大丈夫やね。残るね。これで大丈夫。どうや。そうやった。気分かんない。これはクリアできたね。あ、危ない。オッケー、クリアした。初クリアやね。さあ、まだ超級クリアしてなかった。
よし、初ゲットダルマ。はい、では今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。